はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回は UFC 佐藤隆 VS ブライアンバトルの試合動画速報です。佐藤隆選手は柔道出身の32歳、パンクラス世界王者から UFC に行った逸材です。戦績は16勝5敗、11の KO を持っています。柔道出身ですので、サウスポーに構え、左ストレートが得意な選手です。ただ今回、キャリア初の2連敗中で、ここを逃すと UFC からリリースされてしまう可能性もある勝負の一戦となります。UFC は現在2勝3敗です。身長 177.8cm、リーチ 185.4cm と日本人としてはかなり恵まれた体型をしています。そして相手のブライアン・バトル選手ですが、27歳のタフシリーズミドル級の優勝者で、今回からウェルター級に下げてきました。8勝1敗、サブミッションで5勝しているオールラウンダーです。オッズではバトル選手は優勢です。なんと身長 185.4cm、リーチが 195.6cm と、日本人ではほとんどいないようなフレームの大きすぎる相手です。サウスポーの佐藤隆選手がフレームの大きいオーソドックスの選手をどう攻略していくかが見ものになってきます。まず1ラウンド始まりました。プレッシャーをかけてくる佐藤隆選手です。そして距離を取るブライアン・バトル。ブライアン・バトルはサウスポー対策としてしっかりと右ミドルを蹴っていきます。そして佐藤隆選手も背の高い選手対策としてワンツーのツーをボディに打つなどしっかりと対策していきます。そして始まって間もなくブライアン・バトル選手はサウスポー対策のセオリーである右ストレートと見せかけてそのまま右のハイを打つ、よくある戦法なのですが、その戦法にまんまと引っ掛かってしまい、思いっきり右ハイを食らってしまい失神 KO し起き上がれませんでした。なんと秒殺の KO 負けです。リーチの長い喧嘩打つでは右ストレートと見せかけてのそのままの右ハイというのはセオリーなのですが、今回そのセオリーに引っ掛かってしまい失神 KO になってしまいました。我らの日本の誇る佐藤隆選手ですが、これで崖っぷちに追い込まれてしまいました。ただ意識がないらしく心配な一戦です。今日8時からライブ配信もしますのでご視聴ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。